待て待て待て、多分これなんかちょろっと引いたチェリーがゴラを引っ張ってきてるってやつ。うわ、3連続ゴラ。抽選参加人数が200名様くらい、かなりチャンスと思っている。ただスロットがね150台くらいなんで。おはようございます。難しい、この真ん中らへん不正がないよね。お、悪くないんじゃない。36番、頑張ります。はい、では入場でございます。爆発いきます。もし積もれんかったら山に山菜でも積みに行きます。いきます。おはようございます、よろしくお願いします。おはようございます。さあ戦争だ。島津が分からなかったんだよな。だからそんなに台数はないから間違いは起きないはず。はい、まっすぐスマスロ、待って、カバネリは空いてないよな。オッケーオッケー、さすがにな。え、待って待って待って、1万円、え、空いてないよな。ホックの日空いてないよな。空いてないよな。ゴブリンスレイヤー打っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、おはようございます。私セブンズ TV メンバー人間体感機ワロスです。本日は山梨県甲府市にございますニューダイヤ円山店にてワロスのアレウチ。オレウチとはオレイユのうちっぷりをアピールすることである。ゆえに何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。で、朝一取ったダイバーゴブリンスレイヤー打っていきたいと思います。まあ、優先順位的にはバイオハザード、北斗の剣、ゴブリンスレイヤー、バルブレイブ、ベルセレク無双って感じではあった。1万円飲まねえや、俺のこの汚れた1万円は飲んでくれねえか。どっかで1万円作るか、めんどくさ。いきます。おはようゴブリン。始まったね。結構朝一打つのはねいいと思うんだよね。追加チャンスゾーンがねあるから、まあ、さっさと上位 AT ぶち込んで1万枚出して安全運転で帰りましょう。いろいろとねラッシュ中怪しいと言われている。怪しいとは言われているが、その出玉性能に関しては偽りはないから。やっぱり万枚見てきた、1万5000枚コンプリート、結局は出ちゃえば正義だから。そんなことをパスロ YouTuber が言うなよって思うかもしれない。ちゃんとシステムについて言及していけよって思うかもしれない。ただこの楽しみ方もその人次第と。この店台数はないけど設定しっかり使っている印象なんで、過去にゆとり君も積もってるし、ゴブリンスレイヤーの高設定打てる可能性は高いホールと思っている。前回僕が来た時日曜日で400人くらい来てもう全然座れなかったんだけど、その日もものすげえでした。僕その時打ったのがねもう2年くらい前の謎のパチンコ、動画わからなかったね。もう店もね、なんでこいつこれ打ってるんってなったのね。あと山梨の人もなんでこいつこれ打ってるんって。しかし今日は違います。奇跡を起こしに来ました。はい、ゴブリンミッション318ゲーム。これ難しいんだけど、これをなんとかしていかないと投資が止まらないと。なんとかして入れてる会長、頼む。 OK、 330ゲーム。おい、投資が1万2000円で今日一発目のラッシュ、嬉しいな。はい、レア子役、はい、玉ゲット。おい、行きますよ。これでね、彼がここにいるってことはまずない。見たことないもん、天井以外で。いきます。やっぱり強チェリーが大事だよね。強チェリーさえ引ければ最低でも20もらえるから。で 20% ってもうオーブン6つ分だから、全てをひっくり返す。いやいやいや、やめとっとけこの台マジで。いや、どう考えてもなめてるよね。 20%、 はい、おまけの 10%。
継続期待度だからね、継続率ではないから。もうねずるいんだメーカーさん。もうねいける自信がないよ俺は、とか言いながら信じちゃう。 10% でもあれば信じちゃう。ゴップ揃える俺。いやそりゃそうなんよ。デフォルトですか。230枚もう順増も終わっちゃったね。あーまた1からやるとつれー。あー僕確実納得、深めのうなずきありがとうございます。273ゲーム。やべえ1個もオーブ食べれんかったわ。じゃあ継続率、継続モード頼むわ。そうなんよな。ちょっと腕力やりましょうか。強調の腕力327分の1を叩き込みまくる。デフォだね、デフォですね。239枚。ダメだこれ、もうちょいなんとかせんと。しさがないのもきつい。はい、1359ゲーム。ここは回避したい。レア子役飛行もんなら困っちゃうわ。泣いちゃう可能性すらある。よし危ない、回ってるな。青なら平気。いやいや、俺の心情が出ちゃったっぽいな。もう絶対揃うなよっていう、うん、ちょっとねこれまずいね。あの青カットインでいける。1374ゲーム投資59,000円。終わってる、マジでマジで終わってる。やっぱやべえなこの台、入り方がえぐい。間違いで、間違って左にいて、間違わねえ男。やります。はい、次は 31% かな。 32% でございます。何この極限継続パート、なんか引くしかないよね。あれこれ一度も継続することなく59,000円。あーやだねこれね、これ怖いね。あっクソ動画作っちゃってんねこれね。はい、デフォルト256枚。3回やって3回ともね順増負けしちゃってるねこれね。やばい動画になってんねこれね。10万いくな。セガヒーだー、上手だね。 OK、 うわ風。260ゲーム無理やりテンションを上げていく。62,000円。頼むぞ。やる。そもそもねこの1セット100ゲームこれをね8回継続して上位 AT にぶち込むっていう、そういうねラッシュなんだけど、今ね62,000円使って3連単。もうおかしいおかしい、1回でも継続せんと意味わからん動画になってるわ。いやーまた 30% だね。なんだこのおっさんマジで。ゴップ揃いしたいねもうこのタイミングで。あーこれやばいね。あ激ヤバ動画作っちゃってるねこれね。あすごいやこれ、4連単かな。あー恐ろしい。はい260枚の4連単。やっと来たわリルドック。モップチューして白。ああしないか。ここで金7溜まってほしいんだよな。いきますよ。今んとこ金7溜まれば絶対にねバー揃ってんだよな。さい始まったな、ようやくだな。90ゲーム投資62,000円、持ちメダル100枚。
コップ揃い。よかった投手止まるぞ。このくらい戦と2連しないか。やりました。え、アルティメットループって書いてある。うわー、8分の1引いてるわ。やばー、ついに引いたわ。ありがとうありがとうありがとう。気づけねえか俺、時間かかっちゃうか気づくのに。やったわマジで、バチバチ嬉しい。出したかった、すぐレバー叩いたからだ。やっちゃった。始まりましたよ皆さん、これやりたくて打ってんだから。一番最短ルートで有利区間がいまいちわかんねえんだよな。もう毎回切れんのかな。だってこれ継続確定じゃん。特殊な当たりなんだろうな、2セットで有利区間切れんのかな。いやーわかんねえな。ただ何にせよやりました。6万2000円マクルターン。改めて説明すると、もうオーブは食べなくていいと。オーブゲーは終わりになりまして、純増5枚、 80% ループでございます。ただボーナスの抽選してるんで、ボーナス中にバー揃いでストックする場合もあるんで、それ含めて約 82% ループ、つまり100ゲーム純増5枚約500枚の大当たりが 82% でループする。この流れなら6万2000円まくれるぞ。また来た。あー俺破壊しちゃうかもしれないなこの台な。流れが寄ってきてる。8192の波が掴んでいい、乗っちゃっていい、このビッグウェーブ。いやなんかもう新しいバー揃いまで行っていいよ俺。いくよ。いやそりゃそうなんだよな、そういうフラグないから。ボナだね、こういうパターン。はい、ゴブボで、ここでバー揃えればストック。純増5枚の20ゲームだから100枚よ。現在の紙幣価値で2000円よ。すごいすごい、やっと見れますよ継続する瞬間を。今何時よ、もう3時だもんね。長かったな。うん、いやこれこれこれやりに来てんだから。ああ、いいの、いいんですか、それいい。 OK、ちったこれマジ引き強すぎない。あ、ボーナスって場合が多いから発生しやすくなるんだろうけど、でも欲しいよねゴップ。ゴップしていいよね。いやこれ境地へのボーナスやん。まあ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 、はい来ました、おめでとうと。世界観の破壊。さあバー揃えよう。あ、いい10ゲーム。まあまあまあね、ストックなんかしなくていいって、何が気持ちいいって、 80% 継続するのは気持ちいいんだから。さあ行きましょう、ガチの 80% レア子役で破壊していく。はい、これでね継続確定でございます。やっちゃうんだよな力で。もう 80% じゃない、もう力腕力。最高だね。あー来たわ、ザ・ホープ・オブ・クレイジーみたいな、聞いたことない。引くね教授、327分の1だよ。むちゃくちゃ引いてる。まあボナ引ければいいか。いや、あそうだね、うん、これ来てるじゃん、ツイッターじゃん。いやガッチリ引いちゃってんじゃんこれ。ガッチリじゃん。いやハイパーにしてよボナス、無駄引きかなこれ。いくか、二角、二角の亡霊いたな今な、ストックできず。今さっきのチェリー回ってねえか。うわーこれちゃんと
抽選してるんだ、えらいぞこの台。これボナだ、さっきの強制だ。やるじゃんゴブスレー、ちゃんとスロットしてるじゃん、嬉しい。これはじゃあ本戦長中も気合い入れてね、レバー叩かんと。素晴らしい、やるか、2角呼んじゃうか、2角、はい、セット数よろしならず10ゲーム。待て待て待て、多分これなんかちょろっと引いたチェリーがコラを引っ張ってきてるってやつ。うーわ、3連続ボナン、なんだこれ、出るとコンプリート、強化やるなら。はい、で2000枚オーバー、カットイン自体があんまり起きないから。はい、来ました、2角、いやもう疲れるよさすがに。あ、来たよ、2角、ゲーム数増えてるもんな、純増5枚だから。さあ行きましょう、ストップこそできなかったけどこの勢い絶対通す、 80%、 もっと早めでいいよ。いやー、おー、スイカ、え、大丈夫だよね、ラスト、まだ早すぎるもんね。え、押せてる、え、マジ、一応押すイカもあったけど普通に終わったんだが、え、まくれてない、2352枚で終わった、え、マジ、あ、嘘だこれ、え、え、何連、3連とか、一応引き戻しの可能性は信じるよ、今謎の青文字あったから、え、マジ、はい、引き戻しなし、え、どうしよう、設定ないよな、もうワンチャンスいくか、しっかりハマったな。803ゲーム持ちメダル1162枚、飲まれたね、頼む、ほんと頼む、左右網であってくれ、間違って左に止まって、あ、しっかり 50% でございます。今日初の投手いけるかな、アルティメットループ以外で、頼む、そんな難しいこと言ってないよな、もう良くないか、 50%OK、 嬉しい、これか通す喜び、 50%、 これがスロットだよね、ダメ、でも 20% うまいね、いいね、俺で30%、まだいけるのか、許されている、チェリー挟んだミンカ、いいね、めめた、マジ、500枚オーバーの 10%アップ、燃えてる、ナイス強制、これはでかい、最低でも 20% もらえます、押します、まあ 20% だね、 20% 以外見たことない、よし、あと1個取れば次ベル大事、来い、勝った、嬉しい、これで 90%OK、 安心だろう、あ、彼も 100% にしたいんだ、叶えましょう、なぜいかない、はい、92%、 え、ここでチェリー、さすがに安心でしょう、え、起きちゃいけないことを今起きようとしている、やめてな、ほんとやめろよ、え、待って、
じゃあ帰るわもうこんなん。え、ガチで言ってんの。え、92%終わったんだか。え、本気じゃん。え、待って、引き戻しも含めたら 92% でいい。はい、実戦終えます。では店内状況どうぞ。はい、では店内状況いきます。このね、新しいバイオが5、6確定してるみたいです。このベルセルク設定ありそうみたいです。サマイ数で3000枚弱出ております。で、鏡が上ありそうってことをおっしゃってまして、サマイ数プラス500枚、で、この台が4、5確定しております。サマイ数プラス1700枚くらい。隣もピーク2200枚出てるんで、もしかすると仙台かも。こちらカバネリコーナーありがとうございます。お、めちゃくちゃ安定してサマイ数プラス3000枚くらい、おめでとうございます。隣の台も結構安定グラフだね。今見れないんだけど、単調ゼロ、この台も安定グラフで別積み1箱と上にも1箱、2個隣の台も1箱半で、こちら織田信長の野望が勝ち盛りが200箱半、箱ね結構入るんだよね。で、犬夜叉こちらが4箱お持ちです。はい、でこちらが新鬼2が勝ち盛り3箱半。素晴らしいね、かなり出ております。で、隣の台も別積み1箱と上に2箱、素晴らしい。バイオ7が5、6角聞いておりまして、どの台かわからないけど、この台は勝ち盛り2箱だね。ユニコーンガンダム、この台別積み2箱、ギアス3、この台勝ち盛り1箱、幼女戦記が2台しかないんだけど、勝ち盛り3箱と角の台も2箱お持ちですと。で、アラジンも勝ち盛りが2箱半。続きましてが J コーナー、この台がガッサー130分の1、ビッグ18、レギュラー18、マイジャグだね。後ろもいい感じだね。ガッサー125分の1、ビッグ21回、レギュラー17回、その隣もガッサー116分の1、ビッグ18回、レギュラー21回、その隣もガッサー110分の1、ビッグ23回、レギュラー19回、素晴らしいね。で、こちらのゴージャグがガッサー111分の1、ビッグ24回、レギュラー15回、素晴らしい。このゴージャグもガッサー108分の1、ビッグ24回、レギュラー19回、こちらのアイムもガッサー125分の1、ビッグ17回、レギュラー18回、このぶっ壊れハッピーガッサー140分の1、ビッグ8回、レギュラー21回、ちょっときついね。そしてこいつがピエロ、ピエロだね。はい、ではエンディングですね。趣旨いきます。6万2000円投資の回収1710枚、やったね。 8% が落ちるってことあるよ。でもさ、もう違うじゃん、なんかそういうコイン単価でやってないんだからさ、そういうことをやられちゃうともう打てなくなっちゃうよ。といったわけでね、僕のゴブリンスレイヤーはこれが最後、引退でございます。まあ、次からもしね、スマスロで狙っていくのであれば、もちろんバイオハザード、あとね、ベルセルクも一発上位 AT 入れてみたいなって思ってるんで、次はね、ゴブスルではなくベルセルク打っていきたいと思います。そんなね、次ぶっ壊したい機種も決まった。僕のスケジュールこちら、遊びに来てくれた方にはベルセルクの上位 AT マジで見れないぞステッカーお配りしております。ぜひもらいに来てください。といったわけで今回です、最後はびっくりしたけどゴップ揃いの8分の1引けたから、まあそこでバランス取れたんじゃねえかって思った方はチャンネル登録とグッド、そしてツイッターフォローしていただければと思います。では今回これで終わりになります。次回もご視聴よろしくお願いします。お疲れ様でした。じゃあね。